で、逆にまあそれほどスキルとか云々じゃないけれども、まあ右脳派というかね、っていう方が、まあ、おすすめなお仕事が、まあ、僕が提案しているその集客代行っていうお仕事ですね。まあだからどっちかっていうと、これはマーケッターというかコンサルタントプラスセールスライターみたいなお仕事ですよね。で、まあロングホームコピーライターってね、どっちかっていうとマーケッター兼ライターみたいな人がやるお仕事ですね。やっぱりロングホームなんで、マーケティングの部分もできないとダメなんでね、オファーどうするとか考えないといけないので、こっちはマーケッター兼ライターって感じですね。で、集客代行、まあ、オウンドメディアの構築とかですね。まあ、集客代行の中でバックエンドにあるんで、オウンドメディアの構築って、この後またビジネスモデル説明していきますけど、まあ、集客代行したりオウンドメディア作っていたりってことで、まあ、クライアントさんと二人三脚で、この店舗ビジネスだったら二人三脚で、まあ、ビジネスを反映させていくっていうお仕事ですね。なんで、まあ、コピーだけっていうよりは、コピーとかそのクライアントさんの全般、まあ、今日ちょっと前半の方でお話ししたところだったりっていう部分ですね。なんでこのお仕事は、どっちかっていうと、コンサル兼ライターって感じですよね。っていう感じのお仕事があります。で、これもまあ結構右脳派でですね、やっぱり集客代行するので、その感情に影響を与える部分を感じる、クライアントのエンドユーザー、お客さんの感情を感じてアイデア出したり、新規の集客のアイデア出したりとかね。で、オンドメディアなんていうのはまさしくその楽しいことなんですよ。オンドメディアっていうのの最も重要なことは、エンタメ性なんですね。楽しいこと。だ、楽しいっていう感じはまさしく右脳派なので、まあ現場出てこういう仕事するのは、まあ右脳派でね、集客代行、オンドメディア、まあ、コンサル兼ライターみたいなお仕事がね、理想的ですよっていうことですね。なので、まあほとんどの人はこっちから始めるよりはこっちから始めていったりとかする方がまあ多いですけれどもね。っていう、まあ完全にこうっていうわけじゃないんだけども、まあ自分の特性に合わせてこの辺なんじゃないのっていう話を今してます。